三沢まゆみさん、こんにちは。速稼塾の久保でございます。まあ画面を見るとですね、ちょっとほっそらとするというか、痩せたのかなという感じがやっぱりしますね。うん、まあご病気のこともありますけども、まあ、意識して何かをすれば、求めた方向になっていくということの一つの例かなと思うんですけどもね。痩せようと思って痩せるべき行動を取ると痩せるということはですね、稼ごうと思って稼ぐべき行動を取れば、まあ、稼げるんではないかなというふうに思うわけなんですけどね。はい、まあでも今回のね、動画の中では意外なことが何点かあって、一つはマイアミってまあ暑いんだなと。28度って言ったらね、本当にまだ汗が吹き出るような感じもあるかなと思いますけどね。まあ、ついつい今日本にいますと、日本はもう寒いですからね。私もこういうふうに着込んでますけども、だいぶ秋というよりも冬が近づいてきたなという気がします。マイアミはまだまだ夏なのかなっていうところですね。それからモーターショーですか、東京モーターショーと比べるわけではないんですけども、まあ、マイアミのモーターショーね、人がいないということで、なんかアメリカは車ごとやったらどこでも当たるような気がしてましたけど、まあそうでもないんだなと、いうふうなところもやっぱ発見でしたね。モーターショーの人のいなさっていうのは、まあ、ちょっと興味深いなというところでございます。どうしてそうなっちゃったのかなと。例えば車乗る人が減ったのかなとかね。アメリカは車社会というふうなイメージでございますけども、ちょっと違うんかなというところですね。やっぱり発見がいろいろあるなと思いますよね。で、人に何か物を売るっていうことなんですけども、やっぱりこれはね、もう避けられないことだなと思います。目の前の人にこれは5万円ですとか言ってね、で交渉を成立させるための交渉スキルですよね。この交渉のテクニックっていうのをインターネット上でもやっぱり同じように使っていくわけなんですけども、インターネット上っていうのは目の前に実際に人がいてリアルで交渉されるよりも断りやすいんですよね。で断られやすいんですよね。これちょっと意味が違うのは、断りやすいっていうのは例えば動画での、セールスを受けた時に動画を切るってことができちゃったりするんですよ。であとはメールでセールスしててもそれをね、読まないってことができますよね。で、断られやすいっていうのはどういうことかっていうと、まあメッセージを送りますね。メールを送るとメールが読まれない可能性が多いわけですよ。であと動画を送ります。動画を見ようかなと視聴者さんが思うけども、一旦見ずにね、後で見ようと思ってそのままお蔵入りしちゃうパターンがあるんですよね。このようにですね、強い意識を持っていらないって言われる例と、まああんまりそんなにね、断るつもりはなかったけど忘れてたっていう例が起きやすいのがネットでのセールスなんですよね。まあだから普段からですね、もうどうしてもこの人のメッセージは見ておきたいっていうふうに思わせるような、普段の連絡っていうのがすごく大事になってくるんですよね。普段ものすごく興味を持っていただいて面白くって、もう緊急性があってですね、どうしてもこの人からのメッセージを読みたいなっていうふうに思わせる、これが一つの信頼関係の作り方なんですよね。その中でたまにセールスがあると。しかもそのセールスっていうのは今までセールスでも何でもないようなメッセージがずっと積み重なっていって、それで視聴者さん、それから読者さんのね、気持ちを高めた時に、ああそういえばこんなことがあるよね、例えばこういうことがあります。災害の時に、まあ、災害防災グッズとかね、飲料水とかを売ろうと思った時にずっと災害のレポートをしとくんですよ。で被害に遭われた方がどうして助かったとか、で、災害が突然起きた時に一番困るのは何なのかとかね、それから、まあ、月にどのぐらいの割合の、お金を割いてですね、そのために用意しておけばいいのかってことをずっとやるわけですよ。で、最終的にセールスの時にですね、今回はすごくいいアイテムを見つけたんで皆さんにもシェアしたいと思いますという形で商品がポンとあって、でその商品を使ってるところを自分がね、レビューしてるところがあると。でこれは価格が安かったんで私は買いましたってことで、セールスも何もせずに19,800円って出てくるわけなんですよ。19,800円、これだったらもう1セットあってもいいかなと。友達や親戚にもこう紹介して持っとこうと思うんです、じゃあ今日は以上ですってやるとですね、問い合わせが来るって感じですよね。これがだからセールスをせずに、まあ、売る方法で、まあ、専門用語を使って言うとですね、プロダクトローンチと言われるんですよね。まあ、こういった形で、セールスっていうのをインターネットで成功させるんですけども、まあ、そもそもですね、リアルで物を売った経験があった方が自信を持ってセールスできるし、この段階とかステップとかっていうのが踏みやすいんですよね。初対面の人にいきなり物を売るっていうのは難しいですよね。まあ、初対面の人にいきなり物を売るのが訪問販売だったりするわけで、その訪問販売をね、やってきて私も鍛えられたところがあるんですけども、まずはね、
物を売るとかなんとかじゃなくて、こういうのも同じような効果が出ると思うんですよ。自分の自宅に誰かを招待してみるっていうね、これも物を売るのと同じぐらい、心理的にそしてテクニック的に重要なものが入ってるんじゃないかなと思いますけどね。まあでもシンプルに物を売ってみるのがいいかな。まあそういう感じでね、信頼していただくといろんなことをやっていただけると。で、信頼させるためにはどういうふうにすればいいのかっていう段階が、あるわけですよね。それをまたこれからもお話していこうかと思います。では本日は以上です。